さて、そうしますとですね、ちょっと疑問が出てくるんですけれども、じゃあどういうベクトルであればですね、任意の平面ベクトルを線形結合で表すことが、できるんでしょうかという、疑問が生まれてくるわけです。これも例えばですね、今こういう図を考えてみましょう。今 A というベクトルがあって、 B というベクトルがあって、この A と B の線形結合をこうやっていじってですね、考えることができるわけです。で、この A の何とか倍プラス B の何とか倍というのはこの C というベクトルとして表されます。で、今ですね、ここに D というベクトルがあります。この D というベクトルをこの A と B の線形結合で表すにはどうすればいいかっていうと、この先ほどのスカラ倍のスライダーをうまく動かしてですね、この C っていうベクトルがこの D のベクトルに重なるようにすればいいわけですね。で、そこで、じゃあどうやったら重なるかっていうのをちょっとやってみますけど、こんな感じですかね。こんな感じで1個動かして、それから、こんな感じで動かすと、ちょっとずれてますけど、こんな感じで大体、C のベクトルが D のベクトルに重なるので、これで、A と B の線形結合で、この D というベクトルを表すことができると。いうことが言えるわけです。まずこれが1点目ですね。さらに、どんなベクトルであれば、その任意の平面ベクトルを線形結合で一時的に表すことができるかっていうのも数学的には大事な問題になっています。この一時的にっていうのは、ただ一組のと一通りだけっていう意味ですね。じゃあ、どういう時に一通りじゃないのかっていうのをちょっとこれからお見せしたいと思います。今こういう例を用意しました。ベクトルとしてはですね、A と B と C っていう3本のベクトルがあって、で、この3本のベクトルの線形結合で、この E を表したいということを考えています。で、今、A と B と C の線形結合で表せる D っていうのはここにあります。ですので、まずこの D がですね、この点 E に重なるように、スカラーをうまく動かすわけですね。こんな感じで動かせていいのかな、違うな。ちょっと待ってね。こうやって。こうやっていいのかな。すみません、ちょっと待ってくださいね。なんかうまくいかないですね。こんな感じ。ちょっとすみません、ちょっとだいぶ前に作ったんで、練習、一回練習したんだけど、ちょっとうまくいかなくなってしまったんですけど、こういう形で一回重なったとしますよね。で、それで、今度 C のケースをちょっと動かしてみます。C のケースを動かすとこんなふうに動くんですけれども、この時にも実は B のと A のケース、ベクトル E と A のケースをうまく動かすとですね、やっぱりうまく、この線形結合を作ることができるんですね。今みたいな例ですと、例えば先ほどはベクトル C の係数を動かしたのに、またやっぱり線形結合をうまく作れてしまったということで、こういう例っていうのは、そのベクトル E がですね、 AB と B と C の線形結合で一時的に表せる例ではないと、一時的ではないっていう例ですね。ですので、数学ではこの一時的に表せるっていうのが、いろんなところで非常に効いてくる重要な性質なので、じゃあ一時的な性質に表せるっていうのはどういう時に成り立つかっていうのが、非常に大事な問題となります。以上、今のような話でちょっと一時的かそうでないかっていうのをちょっと説明してみたんですが、ということで、ここからはですね、その与えられたベクトル A1 から AN に対して、その平面ベクトル X がその A1 から AN の線形結合で一時的に表されるための条件っていうのを考えてみたいと思います。ここからはその平面ベクトルの線形独立と線形従属の話に進みます。で、今はですね、その X が A1 から
N の線形結合で、まあ、一時的に表されるための条件を考えるんですけれども、X がですね、この、まあ、A1 から A2 のまず線形結合で表される状況を考えましょう。今日の、昨日 の、 レポート課題にあったみたいに、そもそも X が A1 から A の線形結合で表されない場合っていうのもありえますので、そういう場合を除いて、とりあえず、なんか今 X がですね、A1 から A の線形結合で表せた場合っていうのを考えます。でさらに、もしですね、この X が、線形結合、A1 から A の線形結合として、こう、なんか2通りの表し方があったと、しましょう。でもし、これが一時的に表されるんであれば、この2通りの表した文字を書いて表したんだけど、実際にはこの係数ですね、このスカラの係数は全部互いに等しいはずですね。こちらの左側は C1 から CN のスカラにして線形結合を作って、右側の方では D1 から DN の線形結合を作ってるんだけども、もしこれが一時的に表されるんであれば、この C1 と D1 は等しいはずだし、同じようにしてこう CN から DN まで等しいはずだということが言えるわけです。まずこういう条件、こういうことが成り立つはずだということを押さえておいてください。ここまでいいでしょうか。で、もしそうだとするならばですね、X をまず C1 から CN を使った線形結合で表したのを1式といて、あと D1 から DN っていうスカラを使った線形結合を2式としておきます。で、これが同じもの、同じ表し方であるはずならば、この1式から2式の両辺を引くと、左辺は x-x で0になりますね。で右辺はA1 から AN の線形結合なんですけど、スカラーは C1-D1、C2-D2、CN-DN になってるはずですね。で、今、我々の仮定としては、この C1 と D1 が等しい、C2 と D2 が等しい、で、CN と DN も等しいっていう仮定をしてますから、ここ引き算をすると、ここで引き算をしたものは全部0になってるはずです。C1-D1 も0で、C2-D2 も0で、最後 CN-DN も0だというふうになっているはずですね。で、この C1-D1 ですから C2-D2 というのは全部これを B1 とか B2 とかっていうふうにこう書き換えておきます。そうしますと、今の条件っていうのを次のような形で言い換えることができます。どういうことかっていうと、もし X が A1 から AN の線形結合で一時的に表せるとき、B1A1 プラス B2A2 プラス…プラス BNAN が0に、ベクトルに等しいならば、この B1 から BN は全部0に等しいですよと言い換えます。ここが多分皆さんにとってはちょっと難しいかと思うんですね。なんでかっていうと、この X が A1 から N の線形結合を一時的に表す時っていう時のその条件がですね、に並ばが入ってるっていうのは多分高校の数学で本当になかったんですね。並ばって入ってくる条件というのはちょっと難しいかもしれません。ちょっとこれ何回も考えてみてください。もしこういう式が成り立つんだったら、その時は B1 から BN 全部0しかないですよっていうのがこの条件です。いいでしょうか。この条件多分線形代数で入る多分最初の障壁 の、 ハードルの一つだと思うので、ちょっとこれ考えてほしいんですけれども、でこれを使うとですね、その次の命題が得られます。平面ベクトル X が A1 から AN の線形結合で1位に表されるならば、以下が成り立ちます。でどういう条件かっていうと、もし A1 から AN の線形結合が0ベクトルに等しいならば、そのスカラーは全部0に等しいですよっていう条件ですね。ちょっとですね、最初はピンとこないかもしれませんけど、並ばっていうのが入った条件式です。こういう条件が出てきます。で、この条件のことを線形独立もしくは一次独立と言います。ということで、ここでその線形独立、一次独立の定義が出てきます。平面ベクトル A1 から AN が線形独立もしくは一次独立であるとは、このことを言います。今言った、A1 から AN の線形結合が0ならば、その時に出てくるスカラーは全部0ですよと。そういう条件ですね。こういう条件が成り立つときに A1 から AN は線形独立ですよということですね。で、
じゃあそうでないものは何ていうかっていうと、線形従属もしくは一次従属と言います。平面ベクトル A1 から AN が線形独立もしくは一次独立でないとき、この A1 から AN は線形従属もしくは一次従属であると言います。ということで、この線形独立がですね、多分線形代数においては一番大事な概念の一つだと思います。個人的には。そうですね。多分少なくともこの皆さんが1年生である線形代数の中で多分ベスト3ぐらいに入るぐらい大事な概念ですかね。あとの2つは線形写像と、何かな、まあ、他にもいくつかありますけれども、ほとんどいろんな線形代数の大事な性質っていうのはこの線形独立性を使って議論されることがまずよくありますので、これになりましょう。ということで、先ほどの命題ですね、先ほど出た命題は次のように書くことができます。平面ベクトル X が A1 から AN の線形結合で一時的に表されるならば、A1 から AN は線形独立であるというふうに書くことができます。でしょうか。さてですね、教科書の4ページを見ますと、次のように書かれております。以上の考察から、ベクトルを A1 から A2 による線形結合で表すとき、その表し方が一時的である必要十分条件は A1 から AN が線形独立であることが分かると。ということは、今述べたことっていうのはですね、平面ベクトルが A1 から AN の線形結合で一時的に表されるならば、 A1 から AN は線形独立であるということを、まあ、今示したわけですね。だけども教科書で書いていることはこの逆も言えますよってことを言っています。すなわち A1 から AN が線形独立ならば、平面ベクトル X が A1 から AN の線形結合で一時的に表されるということも実は言えます。一応命題としてはこういう形で書いておきました。平面ベクトル A1AN が線形独立ならば、平面ベクトル X が A1 から AN の線形結合で表されるとき、その表し方は一時的であるということで、ここはですね、ちょっと時間的にこの場で言ってる時間がないので、あと教科書にもそうですね、例えばって例は書いてますけど、きちんと証明は書いてないですね。それは僕が昔作った講義ノートには書きましたので、今日ちょっと気になる人は僕の講義ノートを後で見てみてください。ここまでよろしいでしょうか。はい、それであとはですね、規定ですね、規定という定義概念が定義できます。R2 のベクトル A1、A2 もしくはこの A1、A2 の集合について、A1、A2 が線形独立で、かつ R1 を貼るというときですね。今日貼るという概念もやりましたけど、A1、A2 を R の規定と言います。もしくは A1、A2 を R の2の規定をなすとも言います。ということで、あと今まで今日述べてきたことのまとめとして一つ命題が言えるんですけれども、この R2 のベクトル A1、A2 が R2 の規定であることの必要十分条件は、任意の平面ベクトル X がこの A1 と A2 の線形結合で一時的に表されるという命題も言えます。一応この下の命題はですね、今まで言ってきたいろいろな事実の言い換えですね、規定とかそれから線形結合っていう定義を使った言い換えなんですけれども、それまで言ってきた性質をどのように言い換えてこういう言い方になっているか、その論理的なつながりはちょっと皆さんで各自でよく確かめてみてください。分からないことがあれば僕とかあと TA の人が質問に答えます。はい、ここまでよろしいでしょうか。今回のまとめです。今回はその平面ベクトルが R2 を貼るという概念、それから平面ベクトルの幾何的な意味ですね、スカーラーバイトは、それからあと平面ベクトルの線形独立と線形従属の概念、あと最後に平面ベクトルの集合 R2 の規定の定義について説明をしました。次回はこの今日残りました平面ベクトルの内積のところと、あと予定としては複素数 N 項数ベクトル行列の演算、特に加法とスカラー倍
について、説明していきたいと思います。それでは以上で今日の講義を終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。